皆さんこんにちは、甲府伝統佐賀の中島徹でございます。今日は、日本の戦略的投資ということについて、お話をさせていただきたいと思います。今月25日に、今まで解除されていなかった5都道県におきまして緊急事態宣言が解除されることになりました。これで7週間にわたる緊急事態宣言が全都道府県におきまして解除されることになります。さて、この緊急事態宣言につきましてはさまざまな評価がされておりますけれども、まあ、一つに本当にこの緊急事態宣言この措置は必要だったのかという意見も多く集められております。こういった議論がされる中、政府では第2次補正予算が閣議決定となりました。117兆円という、第1次に加えても大きな額の、補正予算となりました。このうち政府の歳出と言われるものを、まあ、要するに水、真水と言われるものは31兆円でございます。この使い道につきましても私たち国民はしっかりこの税金の使い方について見ていかなければならないというふうに思います。と言いますのもこの緊急事態宣言がされることによって雇用調整助成金、家賃保障、また困窮学生への支援、こういったものに対しての支給が加わったということでございます。ですのでもし、この緊急事態宣言がなければこういった費用は不必要だったということも言えると思います。そして、この給付型の歳出が今後続き、また感染症が簡単に収まらずに長期化していく流れの中で、この日本の支出というものはどんどん膨れ上がってまいります。もともと日本には1100兆円と言われる、負債がございました。これを返済する間もなく今このコロナ対策で、多くの歳出、費用がかかって、おります。ですので私たち国民も、もらったから良かったということで喜んでいてはいけないと思います。それだけ借り入れが増えているということはその後に続くものは何かと言いますと大増税というものが間違いなくまいります。ですので今私たちはしっかりこの税金の使い道というものを注視した上でその上で効果的な投資というものを考えていくべきだというふうに思います。そしてこういった給付金の支給という中で合わせて政府が今やっているのはマイナンバー制の登録の普及というものをしております。これは、国民一人当た一人一人の給付がしやすくなりますよということでマイナンバー制登録してくださいということを言っております。政府の思惑また財務省の思惑としてはこのマイナンバー制を普及させることによって実は違う側面を持っております。それはマイナンバー制と口座の預金これを連結させるという思惑がございます。つまりこれが進んでいけばどうなるかと言いますと国民一人一人の資産が分かるということになるわけです。つまり今は皆様方お一人お一人各銀行の口座番号というものを持っております。ですので政府としては一括してそれを見ることはできません。しかしマイナンバー制を強要されていけばマイナンバー制を通して各銀行にある皆様方の資産というのがいくらかというのがはっきり分かるということです。ということは将来的にはそれに対して資産課税という形で新たな税金が出てくる可能性もございます。ですので注意しなければならないのは
便利ですよ便利ですよと言われながら、このマイナンバー制が普及していけば、最終的には私たち一人一人の資産、要するに持っているお金が丸裸にされるということでございますので、しっかりこれに対しては注意をしていかなければならないというふうに思います。便利だからいいというわけではないということでございます。さらに、私たち幸福実現党が言っているのは、積極的なこの投資というものを、していかなければ、単に予算をつけました、お金を配りましたというだけではこの国は良くならないということでございます。もっと具体的に言いますと、今やるべきはサプライチェーンというものをしっかり国内で完成させていかなければならないということです。これは何かと言いますと、物を作る時の生産拠点を日本に回帰させるということでございます。今日本の生産拠点は各国に散らばっております。特に中国に生産拠点を移していたからこそ、今日本の製造業はガタガタになってしまっております。だからこそ、このコロナショックのこの中で、ピンチをチャンスに変えて、しっかり国内回帰させて、日本のサプライチェーンを国内で完成させるということに、焦点を合わせなければならないと思います。そのために補正予算を使っていくべきだというふうに思います。しかし政府が今この国内回帰に対して使おうとしているお金は、第一次補正予算で2200億でございますので、事業規模から見るとほんのわずかでございます。ですので国内回帰に対する力の注ぎ方は大変小さいということも知っておいていただきたいと思います。しかしこれに対する投資は将来的には大きなリターンがございます。その生産拠点が日本の中で固まれば、それだけ内需拡大することになりますので、私たちは今投資すべきはこういった国内回帰する企業に対して投資していくべきだというふうに思っております。そしてもう一つは、今コロナショックにおいて国内のエネルギー自給率、また食料自給率というものが先進国の中でワーストワンだということも知っておいていただきたいと思います。ですので給率を上げる方向へと、これも投資していくべきだというふうに思います。またこういった戦略的投資がわからないのであるならば、政府にお金の使い方を任せるのではなく、例えば目利きの利く銀行の方に、銀行マンに、その投資先というものをしっかり、アドバイスしてもらい、そして投資をしていくという方法もありだというふうに思います。政府に任せれば、これは相場的に、また各業界との引っ張り合いの中で予算配分していきますので、本当にこれ将来的に、そのお金が生きるのか死ぬのかというところの判断まで行き着かないということです。ですので、そういった見聞きの利く方に信頼を持ってお願いをするという方法もありだと思います。このように今私たちは単に補正予算ありましたという報告だけを受けるのではなくて、その中身についてもしっかり注視、見ていただければならないと思います。そして間違っているであるならば、間違っているという声を上げていかなければ、一般の力、私たち一人一人の力をしっかり訴えていかなければならないというふうに思います。今日は戦略的な投資の大切さについて、訴えさせていただきました。どうか幸福実現党を応援いただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。